エニウェトク干渉上空から見た、エニウェトク干渉エニウェトク干渉とは、中部太平洋、マーシャル諸島にある干渉。沿州 80km のラグーンとその周囲のおよそ40の島からなり、島の面積は合計6平方 km 以下である。ラリック列島で2番目に西にある干渉で、北緯11度30分、東経162度20分に位置する。 人口は1990年現在で820人である。エニウェタク干渉とも呼ばれる。1794年にイギリスの商船ウォルポールが訪れるまでヨーロッパ人には知られていなかった。また、1885年にドイツ領となるまでにも数十隻しか船は訪れなかった。他のマーシャル諸島の島同様、第一次世界大戦中の1914年に 日本が占領する。1920年に日本の委任当治領となり、ブラウン干渉とも呼ばれた。第二次世界大戦中の1942年11月、日本はエンゲビ島に飛行場を建設し、これはカロリン諸島や他のマーシャル諸島の島へ向かう飛行機が利用した。ギルバート諸島の陥落後、1944年1月4日に日本陸軍は、 島の防衛に海上機動第一旅団を派遣したが、2月のアメリカ軍の侵攻の前に防御を固めることはできず、干渉はアメリカ軍が占領した。戦後に住人は立ち残され、干渉は太平洋核実験場の一部となり、1948年から1962年までアメリカ合衆国の核実験に使われた。 1948年4月30日のサンドストーン作戦を皮切りに、1952年には最初の水爆実験アイビン作戦が行われた。核爆発による雲の調査として、1957年と1958年には、いくつかのロケットが打ち上げられた。1970年代に住民が島に戻り始めた。1977年5月15日、 アメリカ政府は汚染された土壌などの除去を開始した。1980年には安全宣言が出されたが、30年を経ても島では、ヤシの木や穀物が育たなかった。現在も島の北半分は、放射能汚染レベルが高く活用できず、南半分で生活している。干渉の一部をなすルニット島には、取り除いた放射能汚染物質を、 厚さ45センチのコンクリートで格納したルニットドームが存在する。プルトニウムの半減期は24000年だが、コンクリートの耐用年数は長くて100年であり、すでにひび割れも始まっている。一時陶器との位置づけで建設された施設であり、サイクロンが直撃した場合に崩壊する可能性や汚染物の海洋流出の危険性がある。AFP、太平洋の 核の棺から汚染物漏出の恐れ、国連総長が懸念。ありがとうございます。